はい、それをやっていきましょう。今回はこちら、めちゃかわいいアジサイのご機嫌用のピンクですね。この小輪のめちゃくちゃかわいいこのアジサイをラッピングします。で、まず最初にラッピングする前に一回お水をあげようと思うんで、このお水をあげてる間にラッピングペーパーを切ったりリボンを準備します。はい、それをやっていきます。アジサイ基本的にこういうラッピングペーパーあるんですけど、結構ね、正方形で作ったら大体ねうまくいくことが多いんで、それでちょっともうこの辺は感覚になってくるんですけど、まあ、こういう感じですね。こんな感じで正方形を作って、でこれ今回はちょっとローズ色に近いピンクに白、薄いピンクって意外となんか白に近いというか、なんかそこそこ色がついとかないとなんかこう、うん、色がこう見えない、薄いベビーピンクをこういう風に伸ばした時に、え、白かなって一瞬間違ってしまうぐらい結構色薄いんで、ちょっとやっぱりね色しっかり見えてる色にプラスアルファで白を合わせるともっとこう色がくっきりするかなっていうのを、まあ個人的な意見です。でこれから、まあ、若干白がちょっとだけね三角こうやって見えるぐらいがいいかなっていう感じですね。今日はあんまりラッピングしないんで、基本的にこういうのはあの下にねこうローラーがついててこうやって立てて使ってる花屋さん多いと思うんですけど、もううちはもう一回一回しか使わないんで、下にセロハンを引くのは水をあげたそのアジサイ下からね水がこのラッピングペーパーにこう染みないように垂れないようにって感じですね。これセット完了。このアジサイのラッピングするときにこう葉っぱとかがあったら邪魔なんで、このセロハンをつけた状態で切ります。でこっから自分の方向にアジサイの向きを持ってきます。今回はここでいきますね。でちょっと横から撮ってるんでね見えにくいかもしれないけど、まず横の高さを合わせて前後ろで、これ全く同じにしてもいいと思うし、横とこう縦で気持ち手前を
こう低く後ろを高くっていう、例えばこれがもっと背丈が高いものだったら、その前面と後面、その前と後ろをしっかり作っていいと思うんですけど、アジサイの場合はそこまでね前後ろを作らなくても、もう横と前と同じぐらいでいったらいいと思います。次ホチキスですね。このホチキスでギャザーを、ちょっとだけ白が見えるよぐらいのを前、後ろ、横で出す。でリボンですね。このリボンもうちはあのワンタッチしかないんで、でで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 終わり。このリボン、そうですね。こんな感じで最後にアジサイのセロハンを、そうすることによってこう葉っぱとか花が邪魔せずに、こうキュッとしたこうピッと立つラッピングができると思います。Thank you.